お疲れでーす。ヨゲンです。今日はね、一人寂しくツーリングと思いきや、とある有名女子元ブロガーさんを連れてきております。それでは紹介しましょう。まれに暇な OL みっちゃんです。久しぶりですね。元気でしたか？とまあこんな感じでね、今日の OL さんは随分とテンションが高いみたいで何よりでございます。ちなみにそれは何の踊りですか？はい、というわけで今日なんですけども、まれに暇な OL みっちゃんさんとね、熱海温泉ツーリング企画となっております。 OL さんいいですか？はい、というわけで OL さんは温泉ツーリングという言葉に赤面してしまって新浦安に帰ってしまわれました。お疲れでー。今日はですね、とある友達の彼女がバイク乗りっていうことで、その友達の彼女にドッキリを仕掛けていきたいと思います。今日は他人の彼女を彼氏のふりして迎えに行ったら彼女はどんな反応するのかっていうね、ワンチャン通報案件の企画となっております。どんだけ彼氏と思って近づいてきてメットを脱いだら得体の知れない男、ただのホラーですよ。まあ、ちなみにそのお友達っていうのは、月給3000円のバイク YouTuber なんですけども、月給3000円ってほぼ無職ですよ。で、その無職と付き合ってる彼女も、ワンチャンやべえやつなんじゃないかって、ちょっと思ってきました。はい、フルボッコピータさんでーす。多大なるご迷惑をおかけしまして、誠に申し訳ございませんでした。今日は同金ライダーです、僕。そうですね。ちょっとヘルメットだけちょっと違うんですけど、上着とバイク交換して、これからね、ボッコさんの彼女を、ちょっとドッキリにかけていきたいと思います。いえ、彼女今どこに待ってるんでしたっけ？今、川崎駅で待ってます。川崎駅の、どこ？ちょっとした路地で待たせてるんで、同金さんに迎えに行ってもらうと。そう。誰ってなるよ、間違いなく。靴もね、合わせてもらってるから。ティンバーっぽい靴。靴も黒で。そう。で、これに Z400 乗ってきたら、もう俺、ボッコ。バイクって素晴らしいな。彼女ね、天然が入ってるんで。あ、そうなんだ。普通に気づくまで時間かかると思う。はい、僕の予想で、おそらく納金さんとは気づかないと思う。他人の彼女を俺が迎えに行くって意味がわかんねえな。そのまま連れて帰るんでしょ。それやったらやばいやろ。コンプラ。じゃあとりあえず向かいますか？向かいますか。いや、Z400 乗りやすいわ。これいいね。ボコさん、今年の目標は1万人ぐらいですか？そうですね。1万人行けば上出来かなと。あなた、5000人集めるまで何年かかったんですか、絶対。6年ぐらいですね。僕、5000人行ったとしても、再生回数が、登録者100人とか200人のレベルの再生回数しかいかないんで。それで月給3000だからね。もう、もうそろそろ楽になったら？である。あんだけ何十時間もかけて練習やって月給3000円じゃもうね。後の言葉はお察しください。僕みたいな底辺が存在したとしてもいいと思うんですよ。底辺がいるから頂点もいるみたいな。これちょっと動画に載せられるか分かんないけど、アンチビクスクさんが炎上した時に、俺アンチビクスクさんを救いたいっていう動画を出したら伸びましたもん。コバンバンみたいなやつだよね。いやー、こんなのにはならないようにしたいとな。バイクって素晴らしいな。マジミラーが見えねえ。何だろこのミラー。すり抜けするためになるべくハンドルの内側にミラーを収めたかったからさ。そしたら自分の腕で後ろが全く見えないんですよ。ノーキーさん、なんか変な風になっちゃったよ。何が？ボタンポチポチ押してたら変な風になっちゃった。勝手に押すんじゃねえよ。でもノーキーです。ヘルメットだけね、ちょっとあれだけ。ボッコさんのヘルメットが XS なんですけど、そんなヘルメット俺入るわけないんで、本当はそっちのヘルメットね、被れればよかったんですけど、ヘルメットだけはちょっとこのままでいきますよ。彼女にさ、ヘルメットちょっと新しくしたって言ってもらっていい？分かった。後でちょっと連絡してもらって、松永の Z7 の黒買ったからっていうのを伝えてもらって、迎えに行きますわ。わかりました。もうテンパるんじゃないかな。いや、びっくりするんじゃない？本当に。でも見た感じ全然俺だもん。なんか底辺って感じするよ。オーラが出ますから、やっぱ底辺の俺。どんな反応するかすごい楽しみ。逆に気づかずに彼氏と思っちゃうかもしれないからな。気づかない手もありえる、本当にうちの彼女はマジ鈍感だから、そのリアクションが一番心配。ものすごい鈍感っていうから、どんな反応するかっていうのはちょっと楽しみであるけどね。月収3000円の男と付き合ってる女だよ。そうですね。ちょっと考えてみるとドアホでしょ。そうだね、完全に紐じゃん。紐ね。12月の月給はいくらでした？ C で上がったんですよ。上がった？何本だったの？4000円。いや、嬉しいよ。やっぱ4000に上がって、おほほほほみたいな。もっともっと来い、もっと来いみたいな。もうすぐ着きますよ。あ、もうすぐ。あ、ここ？彼女とどこで知り合ったの？バイクの友達の紹介っすね。あ、紹介？もしかして、ご写真？あなたのバイク女子を斡旋してるチャンネル、ご写真の紹介じゃないの？紹介じゃないです。バイクって素晴らしいな。写真後で見せてもらおうかな。いや、現物見るでしょ、今から。人を間違ったらやばいじゃないか。もう、そこの曲がったところにいると思うんで、いつも待ち合わせしてるんで、そこで。あ、そこで待ち合わせしてるの？もういる感じ？もういます。もう待ってる。寒い。
ヘルメット持ってる女子に声をかければいいんですね。そうそう、 OK です。右手、あ、右手、右手、左ね、 OKOK、 うん、どこだ、もうちょい先ですね。あ、いたっぽい、いた、いた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 、あ、どこだ、どこだ、 OKOKOK、 お待たせ、誰、誰、はい、誰さ、いやいや、だからだよ、あれボカさん、逃げられてしまいましたマジで、やっぱ分かっちゃったみたいですね。グッド400とこの服装とか見て、あ、彼氏だと思って近づいてきたんだけど、シールド上げたらすごい顔して逃げられちゃいましたボカさんにちょっと電話してもらっていいですか、不審者って思われたんでしょうね。いや、すいませんでした彼氏入り替えてみたっていうビデオ反応を見ようと思ったんですけど、まさか逃げられると思わなかったんででしょうね、勝手に気づいた、気づかないと思ったんだ、最初全然分かってなかったよ。 Z400 との服装とかいろいろ見て待ったよみたいな感じでちょっと近寄ってきたんだけどさ、シールド開けたらキョッとオンとしちゃってさ、申し訳ないっす。ちなみにのんけいさんの本名は、てっきり知ってんのかと思って、知らない知らない、知らないんだ、教えてくんねえんだもんだって基本秘密主義なんで、仕事とか何してんのかとかプライベートも教えてくんなかったし、あ、そうなんだ、ちょこちょこ出してってる気がするよ、ちょこちょこ教え、なんかちょっとずつ心が開いていってくれてる、うん、何そのさ、ちょっとずつなんか彼氏彼女みたいな、なんかちょっとずつ恋愛に発展してってるさすがにね、一気に教えたりしたらちょっとめんどくさいからさ、なんすか一気にさ、友達減ったしさ今付き合うの N 君とノーキーさんだけだもん、バイクでやっぱあの炎上でいなかったんですか、周りから、いなくなった、コラボするメリットもないですね結構ね、俺ね、愛してるよ、ノーキーさんのこと、唯一、こうやって炎上しても会ってくれる、まあ、友達というか、親友というか、まあ、恋人だって前にさ、ノーキーさんに LINE 送ってさ、既読無視されたってさ、すごい落ち込んでたあ、そうなんすか、ずるいだよ、そんな早めのこといつも、ノーキーさんって結構なんか、既読したらそんなになんか返さないみたいな、なんか、あー、まあそうっすね、返さない、あ、ダメだ、脳筋さんに嫌われたわみたいな、なんか脳筋さんに既読無視されてるし、あ、俺ダメだみたいな彼女か私たちにチャンスをもらえないでしょうか、絶対あげません。